今回の動画では X5SA を購入した経緯の解説や、その時購入を検討した別の 3D プリンターについて紹介をしていこうと思います。まあ検討した理由などを述べていく形になります。前回の動画では組み立てで気をつける部分について解説しています。買おうかどうか検討している方はぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。実は 3D プリンター自体は以前から持っていて、それがあまりにも小さすぎたというのが大きな理由となり、 X5SA という 3D プリンターを購入する運びとなりました。小さいものはラビス 2X1 というモデルです。某 YouTuber さんからの影響で購入しました。購入当時の価格はだいたい1万3000円ぐらいだったと思います。今なら1万円ぐらいで買えると思います。それで分かったことというと、印刷範囲が小さいものを買う場合は光造形の方がいいかなというふうに感じました。なぜかと言いますと、小さいもので印刷できるもの、印刷したいものとなると部品のようなものが思い浮かぶかなと思いますが、そうなると精度が非常に重要になってきます。光造形 3D プリンターは精度がかなりいいです。逆にこのような積層式と呼ばれる 3D プリンターは精度が悪いです。まあそういうことです。ですが光造形の 3D プリンターは動画的に全く見栄えません。映えないんです。というわけで積層式の中から候補を探すことにしました。候補にした 3D プリンターは3つ、ボクセラボ、アクイア、トロンクシー XY2 プロ、トロンクシー X5SA、 まあこれは今回購入したモデルですが。ということでそれぞれの 3D プリンターのメリットデメリットを見ていきましょう。ボクセラボ、アクイラのメリットデメリット。まずはメリット。印刷の精度が高く静音性が高いです。印刷の精度に関してはレビューでしか見ることができなかったのでよくわかりませんが、静音性が高いというのは説明ができます。静音性が高いとこの中で称しているのはステッピングモーターという部分が発する音のことです。普通というか安い 3D プリンターはピーピーといった感じでなります。こんな感じの音です。この音は不定期的になるので就寝時などに聞こえてくるとかなり気になります。このボクセラボのアクイラはそれがない。とてもいいですね。ボクセラボというメーカー、このメーカー聞き覚えがあまりないかもしれませんが、フラッシュフォージという有名メーカーのサブブランドです。フラッシュフォージを知らない方のために簡単に説明すると、6万から20万ほどの少しお高めの 3D プリンターを出している実績のあるメーカーだと思えばいいと思います。ベルトのトルクが簡単に調整可能です。ベッドの部分とアームの部分にベルトの締めを調整するためのトルクがついています。これを使えるのはかなり便利そうだと感じました。普通の 3D プリンターはこれはついていないかなと思います。ガラスのプラットフォーム付き、これもそこそこ珍しいかなと思います。これぐらいの大きさの 3D プリンターだと普通はアクリル板みたいなものがついてきます。次にデメリット、印刷範囲が小さめです。 22×22×25cm のものが作れます。半製品です。これ半製品って書かれていますが結構バラバラの状態で届くっぽいです。まあ半製品って書かれてるやつが全部そうなのかもしれませんが、僕はちょっと騙されそうになりました。 DIY が大変そうでこんな印刷範囲が小さいんだったらまあいいかなっていう感じのところはありますね。タッチパネルではなくつまみを回し押す形式、操作パネルがタッチパネルではなくつまみを回し押す形式です。これは慣れるまで操作のしづらさがありそうですよね。ということでこの 3D プリンターを買うことはやめておきました。トロンクシー XY2 プロ、まずはメリットです。印刷範囲が広めです。25.5×25.5×26cm のものが印刷可能です。まあそこそこデカめですよね。これはボクセラボ、アクイラとは違ってタッチパネルなので操作がかなりしやすいです。自動レベリング機能があります。自動レベリング機能というのはある程度の高さの違いなどを検知して自動で修正をかけてくれるものといった感じです。ほぼ完成した状態、この 3D プリンターすごいのがほぼ完成した状態で届きます。多分ですがネジを数箇所止めてケーブルを挿すだけです。次にデメリット、値段が高い。価格は1万8000円ほどですが、まあ高いといった理由は後でわかるかなと思います。
オクトプリントでの印刷が難しい、らしい。オクトプリントというのはラズベリーパイで使える離れた場所から印刷を開始できるものです。僕はこれがどうしても使いたいので別の動画でちょっと説明しようかなと思っています。電源部分が弱く壊れたり焦げたりするらしい。これに関してはレビューやツイッターや YouTube などで言ってる人はたくさんいました。なんか焼け焦げるらしいです。火事とかになる危険性があるので少し怖いですよね。電源の交換やスイッチの交換などで対応は可能らしいです。これが一番大きなデメリットです。 YouTube に結構動画が上がってます。普通に使う分には使い方なども知れてメリットではあるんですが、動画にする場合は話題性に欠けます。面白くないですよね。まあそういうことです。そして最後に僕が選んだ 3D プリンタートロンクシー X5SA。 まずはメリット、印刷範囲がバカみたいに広いです。 33×33×40cm のものが作れます。めちゃくちゃでかい。なんて言ったって前まで使っていた 3D プリンターが普通に乗りました。めちゃくちゃびっくりしました。 XY2 Pro と同じくタッチパネルである点、そしてこれも同じですが自動レベリング機能がある点。とはいえ自動レベリング機能はこの大きさの 3D プリンターなら絶対に必要かなと感じました。安いです。ここで XY2 Pro が高いといった理由がわかるかなと思います。お値段なんと 19,999 円です。これと比べてしまうと同じメーカーで印刷範囲が狭いだけな気がしてきた XY2 Pro は高く感じるかなと思います。コア XY という特殊な方式であること、これは以前の動画で簡単に説明しましたがベルトが交差して動くタイプです。コア XY は高さ方向の造形に強いと言われています。 YouTube に動画が少ない、これが一番の理由です。もちろん一応あるにはあります。なので初めての動画というわけではないんですが XY2 Pro に比べてしまうとかなり少ないです。まあ、YouTuber 的には正解の行動をしたかなと感じています。デメリット、 XY2 Pro と同じくそのままの状態だとオクトプリントが使いにくい。ファームウェアを別のものに変えたりするなどで対応ができるらしいです。ただ僕は全くやり方が分かっていないので、やり方を知っている方はコメント欄にコメントください。教えてほしいです。XY2 Pro と同じく電源部分が弱い。これもさっきと同じです。電源本体も弱かったりスイッチが焦げたりという事例があるそうです。同じように電源の交換あるいはスイッチの交換で対応が可能です。まあ、なので交換用スイッチを買いました。いつか交換の動画も出します。 DIY キットであること、これは作るのがめちゃくちゃめんどくさいという理由です。僕は別に DIY が好きなわけではありません。必要に駆られてやっただけです。なのでめちゃくちゃ時間がかかりました。 X5SA の組み立ては僕はだいたい10時間ぐらいかかったかなと思います。 XY2 Pro だと数十分ぐらいでできるような気がします。印刷速度が遅いらしいと聞いていました。これは結構でかいデメリットです。そもそも印刷範囲が広いので印刷速度まで遅いとバカみたいに時間がかかります。下手したら4日とか3日とかかかりますからね。実際初期の設定だとめちゃくちゃ遅かったです。そこら辺は設定を煮詰める動画を作ろうと思っておりますのでお楽しみに。まとめです。アクイラ、綺麗でトルク調整簡単でガラスプラットフォームです。でもめんどくさいです。小さいです。 DIY です。 XY2 Pro、 印刷範囲は広めです。タッチパネルです。自動レベリングです。ほぼ完成品です。でもオクトプリントは微妙です。電源雑魚です。YouTube でやり尽くされてます。X5SA。印刷範囲最強です。でも DIY キットです。オクトプリント微妙です。電源雑魚です。印刷速度遅いです。と、そんなことを言っていたら印刷が完成したようです。この状態だと遅いし、糸引きも多いしで使いづらいです。いや、正直に言いましょう。使い物になりません。なので次は使い物になるように設定を煮詰める動画です。お楽しみに。